1906年のキャンピオン提督に敬意を示した夕食にサウスウィリアムストリートにあるデルモニコスの建物1903年に5番街と44丁目の角にあったデルモニコスレストランデルモニコスは期間、特徴及び評判を変えるニューヨーク市のレストランの名称である。レストランは国内で最も素晴らしいレストランの一つという評判を獲得しデルモニコ家によって 19世紀から20世紀初頭に、かけ、ローアーマンハッタンの鬼サウスウィリアムストリートで運営された。普遍的なデルモニコステーキの発祥地でもあり、定食に対抗してメニューでアラカルトに注文できるアメリカ最初のレストランとしても評価されている。さらに、レストランは最初に個別のワインリストを作成したところとしても主張されている。デルモニコ家は、 一度に四つもの店舗を展開し、1923年にビジネスを終了させるまでに合わせて10の同盟のレストランを経営した。1929年にはレストランの店主であったオスカー・トッチガニ、サウス・ウィリアム・ストリートでレストランを復活させ、1977年まで運営していた。他のデルモニコスは1981年から1992年、 1998年から現在まで営業している。最初のデルモニコスは1827年23ウィリアムストリートの菓子店を借りてオープンし1830年にレストランのリストに記載された。レストランはスイスのティチーノ出身の兄弟ジョンとピーター・デルモニコが開業した。1831年にはレストランのメニューやワインリストに責任を 追うようになった彼らの老い、ロレンツォ・デルモニコが加わった。兄弟は、ニ・サウス・ウィリアム・ストリートに落ち着くまで、店を数回移転させた。ニューヨーク大火災の後、1837年8月に、建物が壮大にオープンした時、ニューヨーカーには、入り口の柱が、ポンペイから持ってこられたと説明された。1850年代から、レストランは、 各年の多くの重要な出演者を集めて催されたニューヨークニューイングランド協会の年次会をもてなした。1860年にはテルモニコスが東14丁目の音楽学校でエドワード7世を迎えグランドボールの夕食を提供した。夕食は特別に制作された部屋で行われた。メニューはフランス料理とビクトリア女王、アルバート王子、グレートイースタン。 フローラの花瓶を表したピエスモンテを制作。ニューヨークタイムズは私たちは大きな判断と豪華な規模で公の夕食が最も寄り付けない方法で利用されたのをかつて見たことがないと率直に言えるとレポートした。1862年には最も偉大なシェフのうちの一人と考えられていたチャールズ・ランフォーファーを雇った。 1865年から1888年にかけてビジネスは非常に成功し、同名のレストランを4店舗出店した。様々な年代に合わせて10店のデルモニコスが存在した。1899年、デルモニコスは5番街と26丁目のビル6階にあった店舗を空にした。建物は1901年5月、マーティンホテルの所有者。 ジョン B ・マーティンに売られた。1919年、エドワード・イルシー・ロビンスがデルモニコスを購入した。5番街と44丁目にあった一等地の店舗は、禁酒令による食事習慣の変化の結果、1923年に閉店した。この店舗は、初期のデルモニコスの最後の店舗であった。最後のデルモニコスレストランの閉鎖直後、多くの模倣者は、 デルモニコスをオープンさせた。デルモニコス家は名称の独占権は続くと主張したが、裁判所は最後のレストランの閉鎖により、名称は公共の財産となったと判決を下した。1929年、オスカー・トゥッチがニューヨーク州にサウス・ウィリアム・ストリートの前の店のあった土地にオスカーズ・デルモニコスと呼ばれた。デルモニコスをオープンさせた。トゥッチは、 本来のメニューとレシピを採用し、著名な政治家、有名人を引き付けるまでにもなった。この店は、1977年に閉店するまで、続けて営業された。1981年、新しいデルモニコスが、この場所に、エド・フーバーによってオープンし、1992年まで営業していた。バイスグループが所有し、料理長のギアン・ピエトロ・ブランチと再び、 デルモニコスを運営した1998年まで建物は空となっていた。1999年にはレストランが推しのレッドパートナーに売られ、デルモニコスはサウスウィリアムストリートの位置で営業を続けている。現在のウェブサイトは重賞56ビーバーストリートとしている。ロブスターニューバーグデルモニコポテトはデルモニコスレストランで考案され、おそらく チキンアラキングもそうだが、これはデルモニコステーキとしてとても有名であった。エッグベネディクトも他の店でも同様のメニューがあるが、デルモニコスで考案されたと言われていた。ベイクドアラスカの名前はデルモニコスで作られた。マンハッタンクラムチャウダーはニューヨークのデルモニコスで最初に登場した。多くの著名人らはデルモニコスの顧客となっていた。 ジェリー・リンドは、毎回のショーの後、ここで食事をしており、セオドア・ルーズベルト、マーク・トウェイン、アーサー・サリバン、ダイヤモンド・ジム・ブレリ、ダイヤモンド、ジムの会社のリリアン・ラッセル、チャールズ・ディケンズ、オスカー・ワイルド、ジョン・モルガン、ジェームズ・ゴードン・ベネット・ジュニア、ニコラ・テスラ、当時の英国皇太子であった、エドワード7世、ナポレオン3世も客であった。ジャーナリストのジェイコブ・リースも、 彼の本、The Making of an American では、彼の運がついていなかった時、親切なデルモニコスのフランス語を話すコックが、下の窓からロールを渡してくれたと書いている。1895年に、デルモニコスは、ルイジアナ州、ニューオーリンズにオープンし、1997年に、エメリル・ラガッシ氏によって購入された。ラガシ氏は、店を改装し、 エメリルズ・デルモニコとして再オープンさせた。無関係であるデルモニコスホテルはパークアベニューと東59丁目に位置し、1964年8月にビートルズが滞在した際にはビートルマニアの中心となった。デルモニコスは世紀の変わり目のセントルイスの中級家庭の話である1944年の映画若草の頃で裕福な旧婚者が 家族に長距離電話をかける場所として触れられている。ステージショー、映画、ハロードリー。では、歌、日曜は、晴れ着で、で、ニューヨーク市の必見の場所として、レストランが挙げられている。カイスコット・フィッツジェラルドの1920年の小説、メーデーは、デルモニコスでのダンスが特徴である。1947年の映画、ライフ・ウィズ・ファザーでは、 課長のクラレンス・デイシニアが妻のビニーに騙され、市外から訪れたカズンコラとマリー・スキナーをデルモニコスへ夕食に連れて行く。デルモニコスはまた、1876年が舞台のジョン・フォードの西部劇である、1949年の映画黄色いリボンでも触れられる。レストランは、1966年のエルビス・プレスリーの映画、フランキージョニーの彼の歌でも歌われ、 ケイレブカーの小説、精神科医にも登場する。イーディス・ウォートンによる小説、エイジ・オブ・イノセンスでもレストランが触れられている。デルモニコスは、レストランの名前として、カンザス州、ドッジシティで制作されるテレビ番組、ガンスモークで使用されている。ありがとうございます。